カドキがいる。おい、マジかよ。誰だ？気を抜かないで。銃を下ろして。FBI よ。どうも。ご協力感謝します。よくここまで来られたわね。FBI だって何が起きてる？悪いけど、それは機密情報なの。どこへ行くんだ？自分の命が惜しいなら、くだらない質問はよしてここを出るのね。おい、話は終わってないぞ。誰だ？いや、信じられん。普通の人間だ。いや、普通の人。ずっとここに？ああ、長かった。残ったのは俺たちだけ？いや、まだ何人かいる。あ、そりゃいいニュースだ。ああ、アイアンズの使いじゃないよな。アイアンズ社長のことか。まだここに？知るかよ。誰かに食われてればいいが。どういう意味だ？あいつにぶち込まれた。理由があったんだろ。ああ、そうさ。奴の不正を暴こうとした。おかげでこのざまだ。なあ、取引しないか。ここを開けてくれ。この駐車場のカードキーが必要だろ。悪いが、それは無理だ。まずは所長と話す。あんたも警察署の囚人みたいなもんだ。お互い助け合って一緒に逃げようぜ。やがった。おい、何が来たんだ？つべこべ言ってないで逃げるぞ。こいつがいるんだろ。さっさとここから出してくれ。誰だ？私よ。そんなもの向けないで。一体何が起きたのか。一瞬のことで。ここを出るように言ったのに、ベンのように死にたいの？知り合い？情報提供者よ。私の捜査に必要な情報を持ってた。それじゃあこの男は。また何も言わずに行くのかよ。名前すら知らない。俺はレオン・ケネディ。出口を探すのね、レオン。手遅れになる前にまた話しましょう。エイだよ。取引成立か。一体何が？
加減にして、これであなたを二度救ったわ。まさか数えてたとはね。これはゲームじゃないの。俺はマジか。死なない奴ばかりね。カードキーは持ってる。これもね。その内容を説明してくれ。それは私が聞いてから。ここを出ましょう。まずはシャッターを開けて。情報はそれか。残念だけど違う。ベンは失敗したみたい。なら君は何を探してる。この混乱を招いた責任者について。ここまでね。あのガンショップを通るしかなさそうね。ひどいありさま。動くな。何もしない。動くなって言ってんだろうが。ここを通り抜けたいだけだ。銃を下ろしてくれ。うるさい。さっさと向こうを向いて、今来た扉から出ていけ。
症状が出てる。黙れ。娘のことはお前には関係ないだろう。銃を捨てて。よせ、やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。処理だと。俺の娘なんだぞ。エイダ、もういいだろ。エマ、そこを出るなと言ったろ。パパ。ああ、ここにいる。パパだ。いいな。あの連中にやられたんだ。家族みんな。あんた警官だろう。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭う。なあ。俺たちの天使だったのに。ママ。ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かさないとな。エマ。さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。彼には真実を知る権利がある。違うか？何が起きてるのか教えてくれ。こんなこと止めないと。あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ。私の任務はアンブレラを止めることなの。命がけになる。この町を救うためなら何だってやる。アンブレラ社が知ってるわね。アンブレラは密かに生物兵器を研究してた。恐ろしいウイルスよ。人を不死身の化け物に変えてしまう。今の状況も説明がつくな。だからアネット・バーキンを追ってるの。アンブレラの科学者でウイルスをまいた張本人よ。彼女を見つけて捕らえる。アネットはこの先にいる。なるほど。下水道か。そうよ。お先にどうぞ。ああ、どうも。